こんにちは、榎本美沙です。今日は切り干し大根と大豆の煮物を作っていきたいと思います。切り干し大根の煮物に大豆を加えることで食べ応えと栄養価をアップさせています。切り干し大根の煮物は普段のおかずでもいいですし、冷凍保存もできるので小分けにして冷凍をしてお弁当のおかずにもおすすめです。ぜひ作ってみていただけたらと思います。はい、では材料の説明です。まずこちら切り干し大根、水に20分ほど漬けてあります。ぬるま湯につけるとより早く戻ります。そして大豆の水煮、油揚げ、人参、醤油、みりん、砂糖、サラダ油、だし汁になります。ではまず材料を切っていきます。油揚げですけれども、油揚げはまず横半分に切ってから1センチ幅に切っていきます。はい、では次は人参を切っていきます。人参はまず皮を剥きます。皮を剥いた人参は細切りにしていきます。切り干し大根は水気を絞ります。ザルにあげて味が染み込みやすいようによく絞っていきます。この絞り汁はお味噌汁などに活用していただけたらと思います。では火にかけていきます。まずは炒めるところから始めます。サラダ油を中火で熱します。鍋が熱されたらまず切り干し大根を1分ほど炒めます。ほぐしながら炒めていきます。ここでしっかり炒めていくことで水分が飛んで後で味が染み込みやすくなるのと、ちょっと切り干し大根臭さっていうのがなくなっていきます。次に人参を入れます。人参はもう全体に混ざったら OK です。はい、もうこの程度でサッとで大丈夫です。そしたら油揚げ、大豆、だし汁と調味料ですね、醤油、みりん、砂糖を入れていきます。軽く混ぜていきます。ここで煮立つまで少しだけ待ちます。煮立ってきたので落とし蓋をします。落とし蓋はこのようなクッキングシートを鍋の一回り小さい大きさにしたもので大丈夫です。そしたら火を弱めます。こちらで20分ほど煮ていきます。はい、こちらで煮上がりです。では盛り付けていきます。少しずつ高さが出るように盛り付けていくと良いです。今
今回大豆が入っていてそれが持ちづらいのでスプーンなどを使っても大丈夫です。全部入ってる具材が見えるようにしてあげるといいと思います。はい、こちらで完成です。